どうも皆さんこんにちは。本年も何卒よろしくお願いいたします。さあ、それでは本日は1月に欲しいスニーカーをランキング形式のベスト5でご紹介しようと思います。はい、ということで先月は動画出せずに失礼しました。そして今月も動画遅くてすみません。月1すらまともに出せないってほんとやばいんじゃないかなと自分でも反省しております。ということで簡単に11月と12月の自分の振り返りなんですが、2ヶ月合計で35足に挑戦しておりまして、7勝27敗1分けとなっております。で、引き分けはリストックでの購入となっております。バタバタしてた割に思ったよりも抽選に参加してたなというような印象です。で、購入数なんですが、抽選以外で買ったものも含めると合計で27足の購入となっております。ブラックフライデーから年末のセールでかなり買ってしまった感じです。で、あと今回一応新年ということで2023年の年間の挑戦結果もカウントしてみたんですが、2023年の結果は151戦しまして35勝110敗6分け、勝率でいうと約 23% となっておりました。カウント漏れしてるのもいくつかあると思うんで、実際はもう少し多く挑戦と負けの数が増えてそうです。で、あと購入したスニーカーはまた追ってまとめてご紹介していきますので、そちらでもよろしくお願いいたします。さて、では改めて肝心の1月ですが、毎年1月はそこまで目立ったリリースがないことも多くて、2024年どうなるかなと思っていろいろ見てるんですが、やっぱりそこまですごく目立ったリリースが多い月という感じではないのかなと思います。12月がホリデーシーズンということもあって割とリリースも多かったですし、もともと新作があんまり出ない月ということで落ち着いた月になりそうです。そんな中でもナイキではジョーダンがいくつか出そうなのと、あとニューバランスとかアディダスとかでもコラボの情報とかもポロポロと出てきてはおります。また月の後半にかけて情報も出揃ってくると思うので、そちらにも期待をしたいと思います。で、ちなみに去年の1月なんですが、ナイキでは SB も含めて、いくつかダンクをリリースがあったりしたのと、あとはプレミアムグッズのヤフオさんとかのリリースがありました。で、ニューバランスとかは目立ったリリースもなかったですし、去年もそんなに盛りだくさんというような感じではなかったかなと思います。で、私個人としては今年の1月は欲しいスニーカーちらほら出てくるかなと予想しておりますが、現時点でもかなり絞って狙っている月になっております。で、今月に関してはまだリリースになっていないものからベスト5とプラスアルファで注目のスニーカーをご紹介します。まだ情報出てきていないモデルもあるので、現時点でのランキングとなります。それでは行ってみましょう。ではまず第5位、第5位のモデルはこちら、ナイキエアフォームポジット1エッグプラントでございます。こちらは1月18日発売予定、予定価格は 33,330円となっております。バッシュにハイテクの波が押し寄せ、数々のシグネチャーモデルが誕生した90年代に登場し、異彩を放ったフォームポジット、人目を奪う未来的なフォルムはストリートでも高い人気を博しました。そんなポジットから今回は名作が復刻、2009年の発売からカルト的な人気を博し、2017年に初復刻された通称エッグプラントが再登場となっています。はい、ということでフォームポジットのエッグプラントが5位となりました。個人的にフォームポジットってなんか足に合わないのか、サイズ選びもちょっと難しいというのと、あとどちらかというとフライトポジットとかの方が好きだったりしたこともあって、昔からそこまで履いてきてはいないんですが、やっぱりこのカラーは気になるなというのが正直なところです。で、エッグプラントでいうとポジット以外にもペニーだったり、あとマックス系とかもいくつかリリースされていたような気がしますが、時折でいろいろなモデルがリリースされていると思います。で、このツヤっぽいパープルっていうのは本当やっぱりたまらないなと改めて思っております。で、個人的にはパープル系が好きというのもありますが、この近未来感も加わるとなおいいなと改めて思っているというような感じです。で、ちなみにこちらおそらくですが人気はそこそこあるとは思いますが、そこまで争奪戦とかにはならないのかなと思っております。実物を見てからでも十分間に合うと思うので、私も実物を見てから考えようかなと思います。続いて第4位、第4位のモデルはこちら、ニューバランス 1906R ニュースプルースでございます。こちらは1月発売予定、予定価格は150ドルとなっております。2009年に誕生した1906をベースに、2000年代のランニングシューズテクノロジーを加え、モダンなスタイルで登場した 1906R、 アブゾーブにエナジーというテクノロジーを携え、アーカイブモデルのディテールを結集した傑作となりました。今回は2000年代初頭のランニングシューズならではのカラーブロッキングを参考に、現代的なアレンジが施された新色が登場となっています。はい、ということでニューバランスから1906のニューカラーが4位となりました。1906ももうコラボでもインラインでもかなりのバリエーションがリリースされてますし、2002ほどではないですが、割と行き着くところまでは行った感もあるんじゃないかなと思います。
なので個人的にはまあ履き心地とかも含めて結構お気に入りのモデルではあるんですが、まあよほどのコラボモデルとかじゃないと触診も伸びないかなという方もいらっしゃるんじゃないかなとも思っております。で、個人的にも好みのカラーが出たらチェックというような感覚なんですが、今回割とビビッときたのがこちらのカラーでした。まあ何が刺さってるかと聞かれると明確にここというのはないんですが、結構いいんじゃないかなと期待をしております。で、ちなみにこちら海外でのリリースは決定しているようなんですが、国内に関してはまだ決定的な情報はありません。国内リリースがあってもまあ即完売とかにはならないと思うので、実物を見ながら考えたいと思います。それでは第3位、第3位のモデルはこちら、ナイキエアジョーダン6イエローオークルでございます。こちらは1月27日発売予定、予定価格は200ドルとなっております。マイケル・ジョーダンが初の NBA 制覇時に着用したエアジョーダン6、ジョーダンのプレイスタイルを象徴する攻撃的なシルエットが構築されたモデルとなっています。今回はオリジナルでも最高傑作の一つに数えられる通称カーマインのカラーブロックをベースに採用したイエローベースの最新作が登場となっています。はい、ということで AJ6 のイエローオークルが3位となりました。まあ結構前からリークもされていたモデルで、まあもしかしたら来月にずれるかもというところではあるんですが、どうやら今月の後半にリリースされるようです。個人的にジョーダンシリーズの中では6がかなり上位で好きということもありまして、特にこのカラーパターンはカーマインを筆頭に好みというところもありまして、今回のイエローももちろん気になっております。で、AJ6 で言うと今年どうやらオリンピックもリリースされるんじゃないかとか言われていることもあるので、いろいろと楽しみも多そうです。ちなみにこちらおそらくですが、まあそんなに超人気で争奪戦みたいなことはないのかなと予想はしております。 AJ6 自体そこまですごく人気モデルというわけでもないですし、定価もかなり高めになると思うので、おそらく普通にまあ余るんじゃないかなとは思っております。私も実物を見てから決めようと思います。続いて第2位、第2位のモデルはこちら、ペーパーガールビームスアシックス GT2160 でございます。こちらは1月13日発売予定、予定価格は 18,700円となっております。日本が誇るセレクトショップビームスとフランスパリの人気カフェペーパーボーイ、2018年以降ユニークなアイテムでファッション界に風を吹き込んできました。今回ペーパーボーイの姉妹ブランドとなるペーパーガールがローンチ、記念のエクスクルーシブなアイテムとしてアシックスとのコラボレーションシューズが登場となっています。はい、ということでペーパーガールとビームスコラボのアシックスが2位となりました。これは割と最近リークというか公式情報が出てきまして、かなりウィメンズライクな一足ではあるんですが、まあちょっといいなと思ってしまった一足でした。で、このコレクションでは他にも同時にニードルズともコラボをしているようでして、ナイロンのセットアップになりますかね、もう同時にリリースされる予定となっております。いや、それにしても最近のこのアシックスの勢いというのに飲まれるかのように、個人的にもアシックスで欲しいなと思うモデルが増えてきた感が結構ありますね。で、ちなみにこちら国内リリースも正式に決まっており、ビームス原宿でリリースされるようでして、まあおそらくなんですが、追ってオンライン展開もあるんじゃないのかなと予想はしております。で、争奪戦になるかとかはちょっとわからないんですが、個人的には欲しい一足なので、当日店舗に買いに行こうと思います。では第1位の前に、これから発売される注目のスニーカーをいくつかピックアップしてご紹介しようと思います。ではまずはジョーダンから。AJ1 からはローのメタリックネイビー。少し前からリークのあったモデルがついにリリースとなります。続いて2からはパイソン。カラーブロックはシンプルながらインパクトの強い一足が登場となります。で、 AJ2 からはもう一足、ローのチャイニーズニューイヤー。今年は AJ2 ローもこのコレクションからリリースとなるようです。そして続いては同じチャイニーズニューイヤーからは38もリリースとなります。新作モデルとの融合がどんな雰囲気になるのか楽しみです。そしてジョーダンは最後もチャイニーズニューイヤーからスパイジーク。スパイジークも記憶にある限り結構久々のリリースとなるんじゃないでしょうか。このコレクションで復活となります。続いてナイキから、まずはダンク。こちらもチャイニーズニューイヤーのコレクションから登場となります。軽やかな配色となっています。続いてこちら、一部ではバレンタインパック扱いとなっているような一足です。他にもバレンタインでリークされているダンクもありますが、こちらは1月の登場となります。そして SB からはネイビーガム。以前にも出たネイビーとは別物になりますが、新たにネイビーのガムソールがリリースされるようです。続いてエアフォースワンからはオフホワイトとのコラボ。こちら国内でのリリースとしては今月となるようです。かなりインパクトの強いグラフィックです。エアフォースワンからはそしてもう一足ありまして、こちら黒白。これ以前にリリースされたクイックストライクのモデルのリストックというか、まあ再販になります。いい風合いの一足です。次はエアシップから白青。ここのところリリースも多かったエアシップですが、シンプルなカラーリングが登場となります。
ヤシップからはもう一足、ソウルグッズとのコラボになります。かなり渋いカラーリングのシップがリリースされるようです。続いてジャーモラントからもチャイニーズニューイヤー。このコレクションからジャーモラントのシグネチャーも登場となります。続いてはフットスケープウーブンからも新色が登場となります。確かもっと前にリリース予定だったものが延期になっていたカラーかなと思います。そしてナイキの最後は SB カラーショットノー2。こちら第1弾も話題になったシグネチャーモデルが3カラー展開でのリリースとなります。続いてはアディダスから。まずはカシナーとコラボのフォーラム。こちらコンソーシアムカップのモデルですが、今月から他のモデルも含めてリリースが始まるようです。続いてはサンバの黒銀。こちら人気になりやすいブラックベースにシルバーというかなりシンプルなカラーがリリースとなります。で、アディダスからはもう一作。こちらもサンバですが、白青というベーシックなカラーがリリースとなります。こちらも人気が高そうです。続いてはニューバランス。まずはサレヘベンバリーコラボの1906。こちら以前からリークはされていましたが、ついに間もなくリリースとなるようです。続いてはランダムイベントコラボの1906とあとは9060。こちら比較的ベーシックっぽい雰囲気ですが、コラボモデルとして2型リリースがあるようです。で、ニューバランスの最後は2002のゴアテックスからブラウン系のカラーが登場となります。画像だとゴアのタブついてないんですが、秋冬っぽくていい雰囲気です。では次はアシックスから。まずは大人気のゲルカヤの14からハトモスとのコラボ。かなり渋いカラーリングの新作が登場となります。続いてこちら、エミのエクスクルーシブのゲルソノマーですね。かなりシンプルなホワイト系のワントーンモデルですが、使い勝手も良さそうです。そして、ケンゾーとのコラボもリリースとなります。こちら、ゲルカーノの20というモデルでコラボとなるようで、3カラー展開となります。あと、ナルトとコラボの NYC もリリースとなります。こちら、以前にもあったコラボ展開なんですが、今回は NYC ベースでのリリースとなるようです。そして、アシックスの最後は、インラインになりますが、ゲルテレイン。かなりスポーツライクなルックスですが、今の時代にはぴったりな一足が登場となります。その他のブランドカラーはまずはコンバース。タイムラインのワンスターからヴィンテージ調のキャンバスのモデルがリリースとなります。続いてはプーマからヘンビーのチャイニーズニューイヤー。プーマの中でもかなり人気高いモデルだと思いますが、こちらもチャイニーズニューイヤーの仕様でリリースとなるようです。そして最後はミズノ。ウェブプロフェシーのスウェードがリリースとなるようです。で、このモデルはオールブラックとかもリストックされるほど人気の高いモデルだったので注目かなと思います。という感じで、これ以外にも注目のスニーカーはまだまだ発売されると思うので、引き続き今後のリリース情報を待ちたいと思います。さあ、ということでランキングに戻りまして、第1位。2024年1月に私が一番欲しいスニーカーが、こちら！ナイキ、エアジョーダン1ロー OG、チャイニーズニューイヤーでございます。こちらは1月24日発売予定。予定価格は160ドルとなっております。中国の伝統文化へ敬意を込めた数々のコレクションを発表してきたジョーダンブランド。毎年のチャイニーズニューイヤーコレクションでは12紙にフィーチャーし、新年の訪れを祝ってきました。今回は2024年の竜をモチーフにエアジョーダン1ローベースとして採用した新作が登場となっています。はい、ということで AJ1 ロー OG のチャイニーズニューイヤーが1位となりました。毎年恒例のチャイニーズニューイヤーなんですが、今年はまたいろいろなモデルがリリースされる予定となっています。というか、もしかしたら現時点でもすでにいくつかリリースされているかもしれません。で、毎年この時期になると話題になるチャイニーズニューイヤーなんですが、今年もかなり楽しみなコレクションとなっていそうです。中でも個人的にはこの AJ1 ローの OG がいい感じのカラーバランスとあと雰囲気にもなってるんじゃないかなと期待をしております。ジョーダンブランドの年始一発目の話題作になるんじゃないかなと思っております。ちなみにこちら現時点での国内のリリース情報は出てきておりません。毎年モデルによってリリースがあったりなかったりということも多くて、人気を高そうなモデルは結局リリースがないということも多いので、今後の情報を待ちつつ、国内展開があるようであれば抽選から参加していきたいと思います。ということで、1月に一番欲しいのはナイキエアジョーダン1ロー OG チャイニーズニューイヤーでした。1月は毎年リリースされる量的にも多くないんですが、個人的にはピンポイントで欲しいなと思うスニーカーがいくつかあるなというような印象です。またこの後情報が出てくると少しは盛り上がりも出てくるかもしれません。皆さんも1月に狙われているモデルがありましたら、ぜひぜひコメントにもお寄せくださいませ。はい、ということで本日は1月に欲しいスニーカーベスト5をご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。